こんにちは、参議院議員の西田昌司です。MMT2 回目の講座を始めたいと思います。前回ですね、通貨の本質は負債であるということを申し上げました。負債である、日銀券を発行して、それが通貨として、世の中に、この広がって流通しているということですが、じゃあその負債である日銀券、日銀当代金と言い換えてもいいわけですけれども、これは発行額に限度があるのかということを今日は考えていきたいんですが、実はかつてはありました。しかし現代はありません。発行額には限度がないということ、これどういうことかというと、かつてはですね、日銀もドルもですね、日銀券もドルも、いわゆる打艦紙幣だったんですね。打艦紙幣というのは金貨と交換できる、お金を持っていけば成果として正しい貨幣の貨ですけれどもね、成果としての金と交換できると。で、お札っていうのはその金貨の代替物だと、そういう形だったんですね。ですからある程度金貨を保有しておかないとですね、いざ交換に来られた時に、この交換できる金貨がないと、これは金の、流通ができなくなりますから、貨幣の、これを貯めておく必要があったんです。ですから金の保有量が、貨幣の保有量、そこの限界額を決めていたということなんですね。で、しかしそうなってくると、これなかなかですね、必要な金融政策できないんですね。例えば今のようにですね、不況で、特にコロナショックでですね、世の中の経済大変な状態になると、そうするとたくさんのですね、お金を、流さなきゃいけないんじゃないかと言ってもですね、これは全くお金を、出すことができない。なぜなら金貨がないからということなんですね。実はそういう事態に陥ったことがありました。かつて昭和の大恐慌、この時代はですね、金本位制だったんですよ。井上順之助大蔵大臣、浜口尾崎、この総理の下でですね、金本位制に戻したわけですね。経済が、インフレ基調でですね、大変不安定だと。だからこれをですね、金本位制に戻して、この経済安定させようと思ったわけですね。そこで、金解禁、金の輸出を解禁してですね、金本位制に戻った、ところが戻ったらですね、今度は、通貨は安定したと思ったんだけれども、結局財政政策ができないわけですよ。つまり、この財政政策しようと思うとですね、国債を発行して、それを日銀がですね、引き受けることによってですね、国債を、発行したお金で、政府はたくさんの予算を、この失業対策をやったり、景気浮揚をするために公共事業をやったり、たくさんのこの予算を積み増しすることができるんですけれども、肝心の日銀がですね、この通貨を発行できない、金の限度額があるからできないというので、財政政策もできないわけですね。で、そうなると結局ですね、大不況に陥ってしまったという苦い経験があるわけですが、今に日本ではそういう金本位制ではありません。ですから日銀はいくらでもお金を、通貨を発行することができる。これは日銀の総裁も4月1日の私の答弁で言ってるわけですよね。で、そしてそうなるということはですね、結局、通貨をいくらでも発行できるということは、通貨を発行して日銀は何をしているのかというと、金融拡大をするために、この国債をどんどん民間銀行から買うわけですよね。で、日銀が無限に通貨を買い出せるということは、無限に物を買えるということです。じゃあ物を買う対象は、これは何度も言ってますけれども、国債、国債が一番安定して金利もついてくるし、元金が保証できてくるということですから、国債をどんどん、買い取っていくわけですけれども、銀行から買い取るわけですけれども、そのことによってですね、国債はまた逆に無限に発行することができる。なぜなら発行して民間銀行がそれを買う、買ったやつをまた日銀が買う。日銀が買うのは無限に買うことができるわけですから、相手が無限に買うことができるわけですから、この国債自身もですね、買い続けられる相手がいる限り、つまり金融緩和をしている限りですね、無限にこの残高を増やすことができる。そしてそのことによってですね、さまざまな財政政策ができるようになるということなんですね。で、ここが最大のこの MMT のポイントです。つまり国債発行は無限にできるということなんです。
で、これは通貨が無限に発行できる金本位制から管理通貨に変わったことによって、出来上がった仕組みなんですね。で、これも、MMT が、指摘している重大な事実ですので、ぜひここもご理解をいただきたいと思います。